おはようございます。本日は防音工事の着手ということで、京都府伏見区のマンションの一室解体前の物が全てなくなった状態を撮影しております。部屋の広さとして約7畳半今後約2週間にわたって、防音工事、部屋内の壁、天井、押し入れ、エアコン周り、窓周り、こちらマンションですので、この梁周りもですね、同様に防音建材で、覆っていくという工事を、本日からかかっていきます。まだまだ途中経過ですね、まだ撮影してアップさせていただきます。防音建材の説明ですが、こちら窓周りですね、窓に関してはもう一重、部屋の内側にちょうど、この辺りですね、この辺りにずっと部屋内から、窓をもう一つ、つけていく、こういった工程、予定しております。はい、こちら廊下からの入り口になるドアです。今回の防音工事ではドアを丸々、防音ドアへの交換となっていきます。通常のドアですんで、厚みで言うと、この程度、普通に閉まる、開く、閉まる、開く、機密性に関してはないです。で、今現状の、壁厚ですが、私手のひらと比べても、この程度、防音建材入ることによって、あとまだ部屋内に、10センチ、この程度の厚みの壁になってきます。マンション防音工事完成風景をお伝えします。まずドアですね、こちらが防音の換気扇、それと、部屋全体に防音建材施工された風景です。壁に関しては仕上げが布クロスになっておりますので、別段、通常の、壁と同じです。今この目の前に映っているこれがプラ窓二重サッシですね。はい、鍵を開けまして、こう取ると分かりやすいと思うんですが、この今閉まった分が現状もともとあったサッシです。それに加えて新しく、壁が分厚くなった分についてきた防音サッシ、ちょうど目の前に高速道路があるんですが、車の音など全くも聞こえません。すなわち逆に部屋内のピアノの音も聞こえないということですね。
防音室、音量の聞き比べ、部屋内と防音室の外側での音量の聞き比べをしてみます。かなりうるさい音量で流れてますね。閉めるとこんな状態です。静かですね。防音室音量聞き比べ、部屋内では今ビーズを大音量で流しております。ではちょっと中の音量を聞きに行きましょう。この音量が部屋の外に出ると はい、ここまで静かに音を止められます。皆さんぜひ防音室おすすめですよ。